南泰山は、栃木県日光市にある標高2486メートルの火山。山体は、日光国立公園に属す。日本百名山の一つ。日光二良山の上社の境内地で、冬季入山禁止。女宝山南泰山大眼子山小学山太郎山、修禅寺湖日光白二三三竹千城ヶ原、南泰山周辺の地形図名称の付けてある山は、 全て火山栃木県の中西部、日光市街地からいろは坂を登った中禅寺湖の北岸に位置する。関東地方有数の鉱山であり、清掃火山らしい円水系の大きな山体は、関東一円からよく望まれる。古くから山岳信仰の対象として知られ、山頂には日光二良山の上社の奥宮が置かれている。また、一等三角点、南大山が設置されている。 南大山は、日光氷連山の女宝山、大真子古山、小真名古山等と並び、日光連山を代表する山であり、周辺の観光地の中禅寺湖、仙城ヶ原や奥日光のランドマーク的存在である。三名は、東北側の山続きの女宝山との対位で付けられたものと考えられる。男女一体の山には、他地域にも多くの例があるが、南泰山と女宝山は、 その間に、大真名古山、小真名小山という二つの愛好を抱え、南大山の北には、太郎山を要し、火山一家を成しているところが特徴的である。航空写真。馬蹄系の河口と、小沢溶岩流。東北日本湖の火山フロント付近に位置する中型の清掃火山である。日光火山群に属し、約三万年前から安山岩からデイサイトを、 噴出する活動を行っている。規定計約6キロメートル規定からの飛行約1 2 0 0メートルの円錐形の飛散体を持ち、山頂には直径約1キロメートルほどの北に開いた馬底形の河口がある。これは河口の北側が崩壊したことによる。その後の噴火で、この河口から厚い五沢溶岩流が北西6まで形成されている。 南大山からの幾度もの溶岩流により、湯川がせき止められ、中禅寺湖や戦場ヶ原が形成された。校舎は、かつての咳止湖である。これらの流出口には、日本三大幕府として知られる、下言滝や、竜頭の滝などが形成されている。従来、南大山の最後の噴火は、約1万4000年前だとされていたが、山頂の噴出物の調査により、 約7000年前にも噴火があったことが2008年になって判明し、定義に当てはまることから2017年6月の火山、噴火予知連絡会会合において、活火山に分類された。山頂の空撮。最高地点は中心あたり。左側が、シュカ湖の大地、南大山の初登頂は782年に、そう、小道商人によって成し遂げられた。この登山については、 そう、空海の記した少量集に詳細が述べられている。この時期の初登頂記録としては最も実証性があるものと言われる。衝動は、我もし山頂に至らざれば、母提に至らず、つまり山頂に達することが自分の悟りを開くと考え、前人未踏の南大山への登頂を志した。また、釈迦が雪山で苦行をしたという前例から、 あえて残雪期の登山を選んだ。衝動の登頂初挑戦は767年4月上旬であったが、嵐にあって撤退を余儀なくされた。2回目は781年4月上旬、またしても悪天候により失敗した。そして翌年にその祝願を果たしたが、また失敗した。上田武新の著書、日光山氏には、南大山や助大山の広報から、 鉄製の調子状のものが飛来する、飛調子と呼ばれる会議が述べられている。山の修行者がよく見かけたと言われ、山木が玩具にしていたものとも言う。冬、栃木県平地部に吹く、冷たい乾燥した北風を、南大山もしくはその別称である、二た山の文字を取り、二た卸おろしあるいは、南大おろしと呼ぶが、江戸時代末期に編纂された、立花の守る部下集に、下下や、 二らみねおろしさよふけて月影しすごきなすのしの原と、あるのが記録上の書出である。明治時代に新政府によって書かれた、下屋国史には、黒神山津賀郡、日光山の奥にあり、東国第一の鉱山にて、はるかに武蔵、下、里市、日立等の国よりも見ゆるなり、世俗は、男亭さ山ともこなりとあり、南大山が当時から、栃木県内第一の山で、 現在の埼玉県、東京都、茨城県からも見えたと認識されていたことがわかる。1877年、山頂にある日光二良山の神社奥宮に、結城市のとある人から、鉄の剣が奉納された。1975年、正道商人の初登頂から1200年を記念して、 山頂の日光をったら山の上社奥宮に高さ約2メートルの三陰石からなる石鳥居が混流された。2003年10月、国土地理院の調査の結果、南大山の標高は従来言われていた2484メートルではないとわかり、三角点から南西に約11.2メートルに位置する岩場が2486メートルの最高標高地点であるとされた。 なお、南大山は、栃木県民の歌にも登場する、栃木県を代表する山であり、県民は、南大山の標高を、栃木県の西の端にあることから、標高2484と呼んで覚えていた。山頂の奥の宮の県、2015年山頂、2015年。2011年3月11日に、東日本大震災が発生した後、 同年4月下旬に日光二良山の神社の神職が南大山山頂にある奥の宮の石鳥居が倒壊しているのを発見した。当初、神社は石鳥居を再建しようとしたが、石材の運搬等に数百万円を超える費用を要する見込みだったために断念していったところ、同年秋に日光市の男性から以前と同じ大きさで日の木製の鳥居を奉納したいと申し出があり、 鳥居の再建が進められることとなった。2012年3月には、同じく山頂の奥の宮にあった鉄の剣が、腐食によって根元の部分から折れているのが発見された。当初は接着して修復することも検討されたが、再び折れる危険もあり、断念された。この折れた剣は神社の倉庫で保管されているという。2012年10月13日。 分解された状態で山頂に運んで組み立てる方式で奥の宮の鳥居は檜の製として再建された。この時折れた鉄の剣についても下助氏市の男性から奉納されたステンレス製の剣が設置されることとなった。こうして倒壊した二つのシンボルが同時に復活することとなった。登山口となっている日光二良山の神社の中宮市の東廃門。 この先は山頂へと向かう階段が続いていく。日光二良山、神社中宮市の中門南緑の湖畔にある日光、二良山の神社の中宮市から登山するコースが一般的である。コースタイムは上りが3時間50分、下りが2時間30分。中宮市で入山料を納め、簡単な説明を受けると安全を祈願したお守りがもらうことができる。なお、 日光二良山の神社の本社は全く別のところにある。中宮市と南大山頂上の間には、一号目に春か廃所、四号目に石鳥居、八号目に滝王神社、三丁に日光二良山の神社奥の宮と太郎山の神社および二良山大神像がある。三号目と四号目の間は30分ほど車道を歩くことになる。中宮市までは、 東武日光駅から東武バスが出ており、所要時間は53分ほど。西から見た南大山と奥日光地域の山々、南大山の山頂付近より南から西南西の眺望。正面は中禅寺湖、右の山は日光白根山。日光白根山の山麓に広がるのが千条ヶ原 SR。ありがとうございます。